天皇皇后両陛下主催の春の園遊会が先ほどから開かれています。令和になってからの開催は3回目で、両陛下の長女、愛子さまは初めての出席となりました。23日午後、東京・港区の赤坂御苑で天皇皇后両陛下主催の春の園遊会が開催されました。天皇陛下が即位されてからは3回目の開催となります。 23日の園遊会には、天皇皇后両陛下のほか、秋篠宮ご夫妻をはじめ、10人の皇族方が出席し、愛子さまが初めて臨まれています。出席されている皇族は、秋篠宮ご夫妻、両陛下の長女の愛子さま、秋篠宮ご夫妻の二女の佳子さま、日立宮日花子さま、肝心進親王日延子さま、 三笠宮家の明子様と洋子様、高円宮妃久子様と長女の翔子様です。コロナ禍後の園遊会では、マスクを着用していましたが、23日はマスクを着けずに臨まれています。また、皇后様や女性の皇族方は、去年春の園遊会では和装、つまり着物姿で臨み、秋の園遊会では洋装のドレスでしたが、23日も洋装で、色とりどりのドレスを着用されています。 今回、招待されたのは、文化功労者に選ばれた俳優の北尾次金也さん、漫画家の里中真知子さん、現代美術家の横尾忠則さんや、J リーグ創設などに尽力し、文化勲章を受賞した元日本サッカー協会会長の川淵三郎さん、能登半島地震の被災地である石川県議会議長の前田義彦さんなど、各界の功労者とその配偶者およそ1700人です。会場内では ジュースや日本茶などのアルコールを含まない飲み物とともに、サンドイッチやちまき寿司などのフィンガーフードが提供されています。